で、その脳胃が収まってるところの周りはこの白い繊維、抗原繊維がいっぱいでできていると。あとはあんまり変わらないんですけど、ちょっと右の鼻が見にくいですけど、こっちへ来て、だんだんに、だんだんに太くなってきます。ここが右の鼻の穴ですね。その鼻の穴とケースとジャンクの間にこういう筋肉があります。左の鼻の穴を調節する筋肉もここにあります。それからさっき見てた線筋はここに断面になっている。こう前後方向に走っているわけですよね。それからそろそろ頭の骨が切れ始めました。で、クジラ、イルカの頭の骨の一つとても大事なことは、ここになんか丸いものがありますよね。これは軟骨なんですね。ここにある軟骨がクジラの頭の骨の一つのキーだというふうに最近特に思います。で、まあ、あとはあんまり変わらないんですけど、まあ、ずっとだんだんで、先ほどの軟骨はここにですね。というわけです。それで、まあ、そうやって小さいやつで少しずつ理解していく中で、もう一回ですね、16メーターのやつが上がったぞっていうんで、これ2005年の7月ですが、南薩摩市にまた出かけていって、市長さんと話して、どういうふうにやらせてくれます。